三原市民の皆さん、こんにちは。三原の未来をつくる相談会。本日は2024年4月2日です。本日は午前中に続き、午後からもサンシープラザ会議室で、相談会開催しております。本日午後は17時まで、開催しておりますので、何かご相談をお持ちの方は、直接会場までお越しください。私は主催生活充実講座を地域に広める会みちみちの副代表広報部長の下村拓司です。前回前々回も取り上げましたが、この動画は広報三原2024年の4月号ですね。その中にある令和6年度予算について、皆様とシェアをさせていただいております。これで、3回目のシリーズになりますけれども、今回はこちらですね。3つの方針を支える3つの推進。もしですね、前回、前々回の動画をご覧になってらっしゃらない方が、ご覧になってらっしゃらないようでしたら、そちらの動画からご覧になっていただけたらと思います。ではですね、早速、この今回の動画、話に入りたいと思います。3つの方針を支える3つの推進ですね。具体的には、デジタル化推進、ゼロカーボンシティ推進で、スマート農業支援事業が300万円。で、大和市庁舎脱炭素化推進事業、1億400万円。私の興味はですね、ゼロカーボンシティはもちろん興味あるんですけれども、その食料とエネルギーを自給するという、未来をですね、三原から作っていきたいと考えておりますので、その環境ビジネスといいますか、エネルギー問題ですね。食料とエネルギー問題を解決するという観点から、まずは食料を自給自足できるということと、食品の値段がですね、どんどん安くなっていく。で、さらに、光熱費ですね、水道費含む光熱費がですね、だんだんと安くなっていくと。本来ですね、共同体社会であれば、みんながですね、分担して、この食料とエネルギーを確保するという、その活動をですね、日常的に、送るならばですね、送るならば、みんながですね、その努力によって、どんどんとですね、そこにかかる費用を安くしていって、三原市に住めば、食料とエネルギーはゼロ円ですという経済圏をですね、三原市が作ることができれば、多くのですね、方が三原に住みたいと思うのではないでしょうか。食料とエネルギーは、ただという言い方は、例えばそこはですね、三原市民はベーシックインカムをですね、三原の地域通貨でベーシックインカムをその手にすることができて、配分ですね。これ、権利としての配分という意味です。権利としての配分としたら、食料とエネルギーの費用分がですね、三原経済圏の地域通貨で支払われると。それはですね、実質その食料とエネルギーは無料というふうにな言い方がですね、できると。まずはですね、そういう形で、三原の経済圏を動かしていくということをですね、一緒にやっていきませんか。で、次、公共施設マネジメントの推進。ここにはですね、本郷市移転事業。本郷市の機能を本館から別館へ移転先である別館の長寿命を片付けて、玄関、トイレなどを改修し、誰でも利用しやすい施設にするため、改修工事を実施と。中央公民館長寿化事業。昭和57年に建設された中央公民館の長寿命化を図るため、
長寿命化計画に基づく保全改修の設計を実施、令和6年度に、設計業務、令和7年度に改修工事を実施ですね。で、3つ目が、その他重点事業ということで、コミュニティスクール事業と女性デジタル人材育成事業ですね。まあ、コミュニティスクールは、地域でですね、学校運営を支えるという趣旨の制度です。で、私はですね、地域で学校運営を支援、サポートするというのももちろん、必要なことだと思うんですけども、これはですね、私のその望みとしましたら、地域で生まれ育った子供はですね、地域に残って、その人の、専門性ですね、専門性を生かした事業を、そこ、三原で始めてですね、その事業が、グローバルに展開できると。そういうモデルをですね、皆さんと一緒に作っていきたいと思います。女性デジタル人材育成事業に関しましては、私の中では人工知能ですね、人工知能を開発できるような人材がですね、三原から出てきてほしいなというふうに思っております。で、今回のこの動画はこの3つの方針を支える3つの推進ですね、に関する、シェアですね、解説及び共有になりました。今回の動画はこれにて終了させていただきます。ここまで動画をご覧になっていただきまして、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。